1979年型 RGB500、バリー新車1981年型 RG、ガンマ500、1993年型 RGV、ガンマ500ケビン・ショワンツ2003年型 GSV、R ケニー・ロバーツ・ジュニア2010年型 GSV、R ・アルバロバーティスタ・スズキ・モートジッピーは、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦しているスズキの、ワークスレーシングチームである。 2015年シーズンからチーム鈴木エクスターのチーム名で参戦している。鈴木は1974年にロードレース世界選手権 500cc クラスにバリーシーンとジャックフィンドレーをライダーに RG500 を買ってワークスチームとして参戦を開始する。開幕戦でシーンが2位を獲得したのがその年のベストリザルトとなった。翌1975年圧戦で シーンがポール・トゥ・ウィンを遂げ、チームに初優勝をもたらした。この年シーンは2勝、シリーズ6位となった。シーンは翌1976年シーズンに5勝を挙げ、ワールドチャンピオンに輝いた。1977年にも6勝を挙げ、2年連続でタイトルを獲得した。1977年にはシーンのチームメイトのスティーブ・パリッシュはシリーズ5位になった。 1978年にはニューマシンの画を投入したが、シーンはヤマハのケニー・ロバーツに敗れシーズン2勝シリーズ2位に終わった。チームメイトのウィル・ハルトグも同じく2勝を挙げシリーズ4位に入った。翌1979年もニューマシン RGB を投入したが、ロバーツの連覇を阻むことはできなかった。鈴木勢はバージニオ・フェラーリ、シーン。 ハルトグがそれぞれシリーズ2位、3位、4位に入った。1980年にはランディ・マモラが新たにチームに加入した。ロバーツの3連覇を許してしまうが、マモラがシリーズ2位、マルコ・ルッキネリが3位に入った。ルッキネリは翌1981年にニューマシン RG ガンマ500を買ってワールドチャンピオンを獲得する。1982年、 ホンダに移籍したルッキネリの代わりにフランコ・ウンチーニが加入する。彼はシーズン5勝を挙げワールドチャンピオンに輝く。ウンチーニは翌1983年のアッセン t ーティで重傷を負ってしまいタイトル防衛に失敗する。この年をもって鈴木はワークス活動を一時休止する。3年の休止期間を経て1987年に鈴木は 限定的なワークスサポートを再開。マシンは完全新設計の V 型4気筒エンジンを搭載した RGV ガンマ500となった。スポット参戦の伊藤匠が雨の日本 GP で3位表彰台を獲得。ケビン・シュワンツがスペイン GP で4位に入賞するなどの成績を収め、翌1988年には完全なワークスチームとして復活。シュワンツは シーズン2勝を挙げ、シリーズ8位、チームメイトのロブ・マッケルニアはシリーズ10位に入った。1989年にはシュワンツはシーズン6勝を挙げるもシリーズ4位。1990年は5勝を挙げ、シリーズ2位、チームメイトのニール・マッケンジーはシリーズ4位に入った。1991年にもシュワンツは5勝を挙げ、シリーズ3位を獲得。1992年には、 ダグチャンドラーがチームメイトになり、シュワンツが1勝でシリーズ4位、チャンドラーが5位に入った。1993年、シュワンツはシーズン4勝を挙げ、ついに念願のワールドチャンピオンを獲得する。新たにチームメイトになったアレックス・バロスも1勝を挙げ、シリーズ6位に入った。1994年にはシュワンツは2勝を挙げ、シリーズ4位、バロスはシリーズ8位に入った。 翌1995年シーズンの序盤で、シュワンツはレーサーを引退する。もう一人のライダーダリル BT がシーズン2勝を挙げ、シリーズ2位に入る活躍を見せた。シュワンツの後継として、スコット・ラッセルがチームに加入した。1996年シーズン、ラッセルはシリーズ6位に入ったが、BT は開幕前の重傷が影響して、シリーズ18位に終わった。 1997年にはアンソニー・ゴバートが BT のチームメイトになる。BT はシリーズ11位、ゴバートは15位に終わった。BT が一度5位に入ったのがチームの最高位だった。1998年は青木千徳と藤原勝明という日本人ペアでシーズンを戦うはずであったが、藤原は開幕前のテストで重傷を負ってしまい、 センアツ氏の一大体制となった。センアツ氏はシリーズ9位、最高位は4位だった。1999年、センアツ氏のチームメイトに、ケニー・ロバーツ・ジュニアが加入する。ロバーツ・ジュニアは1995年以来4年ぶりとなる勝利をチームにもたらし、シーズン4勝を挙げ、シリーズ2位を獲得した。センアツ氏はシリーズ13位に終わった。翌2000年、 ロバーツ・ジュニアはシーズン4勝を挙げワールドチャンピオンに輝く。セガ・アツ氏はシリーズ10位だった。2001年にはセテ・ジベルナウがロバーツ・ジュニアのチームメイトになり RGV ガンマ五500を借ることになった。ジベルナウは1勝を挙げシリーズ9位ロバーツ・ジュニアは11位に終わった。モートジッピークラスが始まった2002年シーズンロバーツ・ジュニア と、ジベルナウは新しい4ストロークマシンの GSV-R で戦うことになった。ロバーツ・ジュニアがブラジル GP で獲得した3位表彰台がチームの最高成績となり、ロバーツ・ジュニアはシリーズ9位、ジベルナウは16位に終わった。翌2003年は、ジョン・ホープキンスが新たにロバーツ・ジュニアのチームメイトとなる。 ホップキンスがスペイン GP で7位に入ったのが最高位でロバーツ・ジュニアはイタリア GP でのクラッシュで参戦を欠場するなどチームは大苦戦しホップキンスがシリーズ17位ロバーツ・ジュニアが19位に沈んだ2004年はライダーのラインナップに変更はなかったがタイヤをミシュランからブリジストンに変更したホップキンスがシリーズ16位 ロバーツ・ジュニアが18位特選は続いた。2005年もライダー体制に変更はなかった。ロバーツ・ジュニアは雨のイギリス GP で2位表彰台を獲得したがシリーズ13位、ホップキンスは14位に終わった。2006年はクリス・バーミューレンがホップキンスのチームメイトになった。ホップキンスはシリーズ10位、バーミューレンはオーストラリア GP で2位表彰台を獲得し、 シリーズ11位に入った。2007年は、ライダーのラインナップに変更はなく、新しい 800cc 仕様の GSVR で、シーズンを戦うことになった。バーミューレンがチームにモートジッピークラス初優勝をもたらし、シリーズ6位に入った。ホップキンスも安定した走りで4回表彰台を獲得、シリーズ4位に入った。2008年はロリス・カピロッシシがバーミューレンの、 チームメイトになり、バーミューレンが2度の3位表彰台でシリーズ8位に入り、カピロッシュが1度の3位表彰台でシリーズ10位に入った。2009年、両、ライダーとも一度も表彰台に立つことができず、カピロッシュはシリーズ9位、バーミューレンは12位に終わった。2010年シーズンは、バーミューレンに代わり 250cc クラスから、 ステップアップしてきたアルバロ・バウティスタがカピロッシのチームメイトを務めた。この年からエンジンの使用数が1シーズン1人当たり6機に制限されたが信頼性に問題を抱えたチームはシーズン途中に6機を使い切ってしまった。それ以降のレースはペナルティとしてピットレーンからのスタートが義務付けられるはずだったが救済策として鈴木のみ9台の使用を認めるように レギュレーション回転がなされた。バウティスタはシリーズ13位、カピロッシュは16位に沈んだ。2011年、チームは活動規模を縮小し、バウティスタのみの一大体制で挑むことになる。だが、序盤の欠場と後半のリタイア続きで思うような成績を残せず、シリーズ13位にとどまり、また2回スポット参戦したジョンホープキンスも振るわなかった。 二千十一年十一月十八日、鈴木は自社の厳しい経営環境を理由として、モートジッピーへの参戦を一時休止することを発表。なお二千十四年の再参戦を目指すとした。二千十四年には二千十五年シーズンからの再参戦に向けての体制が発表され、チームマネージャーに、ダビデ・ブリビオ、開発ライダーに、ランディド・プニエを用し、二千十四年中に、 世界各国のサーキットでテストを行い、2015年より復帰するとしており、9月末に正式にアレーシエスパルガロとマーベリック・ビニャーレスをライダーとして起用しての2015年より復帰することを発表した。それに先立ち2014年11月9日のモートジッピー最終戦では新たに開発した GSX-RR でランディ・ドプニエが ワイルドカードで出場したがリタイアに終わった。2015年シーズンにより、マーベリック・ビニャーレスと、アレーシエスパルガロとの二大体制で復帰し、フル参戦。エスパルガロが第7戦で、ポールポジションを獲得したが、最高順位は共に6位で、シーズン成績は、エスパルガロ11位、ビニャーレス12位だった。2016年シーズンも、同じ体制で参戦し、 好調だったビニャーレスが、第12戦で2007年のバーミューレン以来となる勝利をもたらし、3位も3回獲得するなど、シーズン4位の好成績を挙げた。a スパルガロは11位。2017年シーズンは、アンドレア・ヤンノーネとアレックス・リンスを起用、最高順位は共に4位で、シーズン成績は、ヤンノーネ13位、リンス16位、チームランキング6位。 2018年シーズンも同じ体制で参戦し、最高順位は共に3位表彰台。シーズン成績は、ヤンノーネ10位、リンス5位、チームランキング4位。2019年シーズンにより、鈴木はモートジッピー及び、レース部門の専門部署として、鈴木レーシングカンパニーを社内カンパニーとして設立。アレックス・リンスをエースに、ヤンノーネに代わり新人ジョアン・ミルを起用。 リンスが2度の優勝を記録し躍進。ミルは負傷欠場で苦しんだが終盤は最高位5位を記録。シーズン成績はリンス4位、ミル12位、チームランキング5位。2020年シーズンも同じ体制で参戦。コロナ禍により開幕の延期とシーズンの短縮が行われた。前年度王者のマルケス兄が骨折負傷により、 不在となり9名の異なる優勝者が出る波乱のシーズンとなったが、エースのリンスに隠れる存在だったミルが堅実な走りで表彰台を重ねてランキング首位に立つと、バレンシアサーキットでの第13戦ヨーロッパ GP で初優勝を飾り、翌週も同地で行われた第14戦バレンシア GP でタイトルを獲得する。ミルのタイトル獲得は鈴木にとって2000年に、 ケニー・ロバーツ・ジュニアが 500cc クラスでチャンピオンとなって以来20年ぶりモートジッピーになってからは初タイトル獲得となった。エースのリンスは怪我で出遅れたもののアラゴン GP で優勝しランキング3位チームタイトルも獲得した。マニファクチャラーズではわずかの差で3位となった。2021年シーズンはチームマネージャーを務めていたダビデ・ブリビオが アルピーヌ F1 の代表に就任するため、チームから離脱することを発表。ライダー体制は昨年と同じである。課題だったスタートが改善されるが、その反面で、転倒の多いシーズンとなっている。ありがとうございます。